こんばんは。2024年第一発目のワインご紹介したいと思います。下町のワイン番長This is ソムリエ藤です。今年は44になるっていうもんね。おっさんだなと日々老化を感じてるというね。はい、というわけで今年も感動するワインは記憶に残るっていうコンセプトをモットーにワイン飲んでご案内してますんで、よろしくお願いします。こちら第一発目、はい、ジャン・クルニエさん、マルサネ・ルージュ・ル・シャピトル2020です。マリゴ亭ね、去年の年末にちょっとご案内して、いや、ジャン・クルニエすげえなと思ったんで、2024年一発目はちょっと赤開けたいなと思って、4年目の熟成に入ってるんで、まだまだ全然若いと思うんですけど、こちらがマルサネ・シャピトルになります。で、ジャン・クルニエさんの紹介ちょっと前回あるんで持ってきますね。チャプターで飛ばしてもらえる。マルサネの生産者なんですけど、なぜ知ってたかというと、もうずっと何回か紹介してますシルバン・パタユさん、ローラン・パタユさんのブルヌクレールとかね、マルサネにはたくさん有名な生産者いますけども、シルバンがアリゴトゥールって言ってアリゴテを力入れて作ってるんですね。で、そのアリゴテをちゃんともっと普及していこうっていうアリゴトゥールっていう団体があるんですけど、その中にもこのジャン・フルニエさんが入ってる。で、ジャン・フルニエさんのホームページがあって、ちょっとフランス語だから全部理解はしてないんですけど、ちょっとローランさんっていうのが今当主で、ジャン・フルニエさんというかマルサネで一番歴史がある生産者みたいなんですよ。ルイ13世の時代からワインを作っていたフルニエ家が始まりなんですけど、マルサネ最古の作り手と言われてます。まあ老舗だけあって、所有するのはマルサネでも、マルサネって一級になるだろうと言われてるんですけど、その中にクロデュロワとかロンジュロワとか非常にいい畑を持っていると。あともう一つ特徴が、2008年からビオロジックしてて、今テクニカルデータ見るとほぼほぼビオディナミ製法で作ってると。で、あとはですね、シルバン同様なんですけど、全貌の比率、要はブドウの茎まで一緒に漬け込んでワインにするっていうのもやってまして、もちろん 100% じゃないんですけども、その全貌を取り入れてやってると。基本的に全部持ってる畑の中で樹齢っていうのがもう40年以上、もう基本的に古木、これも VV って古木マーク入ってますけど、基本的にやっぱ古木と持ってる区画っていうのが、このアリゴテも基本的にマルサネの、これはシャンフォレって区画だったりとか、オーボンヌって区画だったりとか、もうやっぱシルバンとかローラン同様区画ごとにやってる。あとはブルゴーニュの広域もあるし、ブルゴーニュシャピトル、あ、ごめんなさい、今マルサネシャピトルになってる。マルサネシャピトル、これはシノーブっていう方の畑にあるんですけど、あとはおお、こんなところにもあるのっていう感じ、ペルナンベルジュレスのプリメークルがあったりとか、あとコートドニュービラージュ、これはマルサネに比較的近くてフィサンの隣で、ジュブシャンの隣のところにもあったりとか、あとはジュブシャンベルタンも一部持ってると。ジュブシャンのプリメのシャンポーっていうのも出てくるんで、おそらく畑は持ってるのかなと。マルサネの区画シリーズっていうのも持ってますね。実力を持った生産者みたいな。以前はね、ブルゴーニュシャピトルという名称だったんですけども、マルサネ AOC よりもですね、隣のシェノーブっていう村があるんですけども、シェノーブの2にもある区画になりますね。シルバンパタユのシャピトルを過去に2回ぐらいかな、2ヴィンテージぐらい飲んでて、いや、シャピトルうまいなってすごい知ってたんですよ。ただシャピトル扱ってるインポーターさんっていうのがあんまりなくて、飲む機会がなかったんですけど、見積もり見てたら、いや、シャピトルもある、いや、シャピトルでしょって感じで。マルサネはね、他にもマルサネの通常の赤だったりとか、ロンジュロワとかクロデュロワとかね、急に昇格するだろうって言われて、区画ももちろん持ってますし、ジブシャも持ってると。これね、シャピトルってブルゴーニュ好きでもあんま飲んだことない人とか多いかなと思うんですけど、シルバーのシャピトルはめちゃうまいんで、多分テロワール自体はすごいいいんじゃないかなと。もうテクニカル、ジャン・フルニエさんね、ホームページ、自社のホームページもあって、結構細かくテクニカル載せてくれてるんで、ジュパー、樹齢どこの価格、どのキューベでもすごい古いです。古木から作ってる。マルサネシャピトル行ってきまーす。やっぱり、ね、色合いはまだまだ2020ですからね。ピノなのかっていうぐらい。もう一部全貌発酵、比率持ってきますけどしてるんで、比較的ピノノワールでも沖のニュアンスだったりとか川のニュアンスっていうのはすごい濃く抽出してるんじゃないかなと
感じてます。あ、どっしりですね。これ香りだけでピノなのって言われたら結構難しいぐらい、もうすごい黒い果実、皮のニュアンス、ブラックベリーとかブルーベリーとか、しっかり黒いニュアンスが香りだけで出てます。やっぱまだ若いんでね、還元っぽい、還元臭、卵っぽいね。なんでちょっとできればこれ飲んでみて、開いてなかったらデキャンターとかした方がいいんじゃないかな。おそらく2日目3日目でだいぶ味は変わってくると思います。あんまり複雑味ないんですけど、結構しっかりタンニンを感じれるんじゃないかなと思います。いってきます。うまいっす。でやっぱね、他の過去にシルバンパタイのシャピトル飲んで、今飲んでね思い出した、こんなニュアンスすごいね、紅茶っぽい感じ。タンももちろん合うんだけど、全部発酵とかね、皮のニュアンス、香り同様でビターなタンニンっていうのもしっかりあって、酸も強烈、濃厚に出したアッサムティーにちょっと蜂蜜を入れたような甘さのニュアンスがあってね、これちょっとビター感が強いピノみたいな、バローロとかニュアンス、ネピオロっぽいニュアンスも非常に出てますね。これこれ、このもうシャープってマジこれ、やっぱジグシャンとかになるともうちょっと酸とかがシャープに強烈に出て、色素もそんなに濃く出ないんですけど、一番最初ね飲んだのがシルバンパってシャピトルだったんですよ。だからなんかね、その時のあうめえなって思った記憶がちょっと蘇ってきましたね。この味わいでマルサネって植え付けられたんで、赤ですごいね、このビター感に強めの酸、もうまさになんか濃厚なアッサムティみたいな、これがね美味しいんですよ、シャピトル。いやシャピトルうまいな。今年ちょっとシャピトルもぜひジャガフルネさんの在庫まだあったらちょっと入れていきたいなと思います。これがちなみに、5999円で販売してて、21年ヴィンテージとかになるとね、ちょっと不作の年だったら若干値段も上がるかなと思うんですけど、めちゃくちゃ良かったっす、シャピトル。こちらね、秋口ぐらいジャンフニエさんの蔵に行って、畑とかもね説明できる解説とかあげられたらな、めちゃくちゃ面白いと思いますね。そのために年末まで穴の前にたくさん貯めていこうかなと思ってますんで、はい。でこれには3日間かけて作ったこれと合わせてみたいと思います。別動画になるかもしれないんですけど、チャンネル登録もよろしくお願いします。やらか、やらか、何このやらかさ、めちゃくちゃうまそう、うますぎるでしょ。いやシャピトルうまいわマジ、最高、くっそうめえ。